外国人が選ぶ日本の飲食チェーン店トップ10。こんにちは、グルメ探検隊の皆さん。今日は特別な旅に出かけますよ。目指すは外国人が大絶賛する日本の飲食チェーン店の頂点、おいしいの国際言語を学びに行きましょう。さあ、皆さんのお腹と好奇心を準備して、おいしい冒険の始まりです。食べる準備はいいですか？ではレッツグルメランキング。今日のランキングは、笑いあり驚きありのグルメの祭典ですよ。さて、トップ10の飲食チェーンはどこに輝くのでしょうか？ドキドキの発表、始まります。10位、大戸屋。大戸屋が10位にランクイン。もっと上でもいいんじゃないの？と思っちゃいますよね。この定食チェーンは、お財布に優しい価格で本格的な日本食を提供。海外での成功の秘訣は、まるでドラマのような結婚と離婚戦略。アジアでの人気もすごいんです。日本の定食文化を世界に広める大戸屋、もっと評価されてもいいはず。定食で世界を征服なんて、大戸屋ならありえるかもしれませんね。9位、ココイチ番屋。ココイチ番屋はまるでカレーの魔法使い。日本独特のカレーで外国人を魅了しています。手頃な価格で味のレベルも高い。国内外での人気もすごくて、多様なメニューが外国人に大好評。日本のカレーがこんなに世界を虜にするなんて、カレー界の隠れたスーパースターですね。カレー好きな外国人にはまさに天国のような場所。スパイスの香りが漂う店内で、世界中のカレーファンが集まるかもしれませんね。8位、鳥貴族。鳥貴族は焼き鳥の楽園。298円均一のリーズナブルな価格で焼き鳥を楽しめるんです。食べ飲み放題コースもあって、お財布に優しい。外国人にとっては日本の居酒屋文化を体験する絶好のチャンス。エンターテイメントとしても大人気です。焼き鳥の香りに誘われて、世界中からファンが集まるかもしれません。日本の夜を楽しむには鳥貴族が最適ですね。7位、すき家。すき家は牛丼のチャンピオン。300円台で食事ができるなんて、外国人にとっては驚きの価格です。迅速なサービスに種類豊富なメニュー。牛丼だけじゃないんですよ。コストパフォーマンスの高さで外国人観光客の心をがっちり掴んで離しません。日本のファストフードを体験するならすき家がおすすめです。手軽に日本の味を楽しめる、それがすき家の魅力です。6位、吉野家。吉野家は牛丼界の重鎮。手軽でリーズナブルな牛丼が自慢です。迅速なサービスにシンプルなメニュー。日本のファストフード文化を体験できる場所としても人気。外国人観光客にも広く受け入れられているんですよ。日本に来たら一度は吉野家で牛丼を食べてみてください。その味とスピードにきっと驚くはずです。5位、丸亀製麺。丸亀製麺はうどんの楽園。店内で手打ちされた新鮮なうどんが自慢です。セルフスタイルのサービスで自分好みのうどんを楽しめるんですよ。リーズナブルな価格に清潔で開放的な店内。外国人観光客にも大人気です。日本のうどん文化を存分に楽しめる、それが丸亀製麺の魅力。うどん好きなら絶対に訪れるべきスポットです。4位、スシロー。スシローは回転寿司の王様。安価で品質が高い回転寿司は、外国人観光客に日本で絶対食べてみたいとされるグルメの一つです。サイドメニューも好評で、寿司職人のこだわりが感じられます。日本全国に520店舗以上を展開しているんですよ。新鮮な寿司をリーズナブルな価格で楽しめる、それがスシローの魅力です。寿司好きならスシローは外せません。3位、松屋。松屋が3位にランクイン。メニューの多様性が外国人に好評です。牛めしや定食、特にカレーライスが人気。手頃な価格で美味しい料理を提供しています。ライスの美味しさが牛丼やカレーの味を引き立てるんです。日本食レストランでの経験と比較しても高く評価されています。外国人にとって松屋はまるで日本の味の宝庫。コストパフォーマンスの高さと美味しさで外国人観光客の心を掴んで離しません。マクドナルド。マクドナルドが2位にランクイン。日本限定のテリヤキマックバーガーなどのオリジナルメニューが外国人の興味を引いています。
ビッグマックなどの定番メニューも好評。店舗スタッフの作業やサービスの質が高く評価されていますが、一部の外国人からはボリューム不足の指摘も。日本のマクドナルドは独自の魅力がありながら異なる意見も存在しています。外国人にとっては日本のマクドナルドは新しい発見と驚きの連続。日本独自のメニューが外国人観光客に新たな味の体験を提供しています。そしてついに発表、1位に輝くのはどのレストランでしょうか。世界中の食通たちが注目する瞬間です。果たして外国人に最も愛された日本の飲食チェーンは。ドラムロールを鳴らしてスポットライトを当てましょう。緊張と期待が交錯する中、栄光のトップに輝くのは。1位、サイゼリア。サイゼリアが堂々の1位。日本在住の外国人にとってはまさにグルメの楽園。 YOLO ジャパンの調査で訪日外国人におすすめしたいレストランのトップに輝いたんです。なぜかって、その理由はまずその味。パルマ風スパゲッティやミラノ風ドリアがまるでイタリアから飛んできたシェフが作ったかのよう。そしてその価格、リーズナブルなのに味は高級レストラン並み。外国人客にとってはお財布に優しい夢のような場所です。スタッフの親切なサービスもポイント高め。さらに菜食主義者も大歓迎の多様なメニューが揃っていて、まるで世界中の味覚を旅する冒険。イタリア人観光客もうなるその味。日本の飲食チェーンの中でもサイゼリアはまさに隠れた宝石。美味しさとコスパで外国人の心をがっちり掴んで離さないんです。皆さんいかがでしたか。日本の飲食チェーン店、外国人にも大人気ですね。サイゼリアの圧倒的な魅力からマクドナルドの日本限定メニューまで、世界中の味覚を魅了しています。きっと次の日本旅行の際の食事プランに役立つはずです。もしあなたのお気に入りのチェーン店がランキングになかったらコメントで教えてくださいね。そしてこの動画が気に入ったらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。次回も怖くて楽しいランキング情報をお届けしますのでお楽しみに。それでは皆さんごきげんよう。次回も何でもランキングでお会いしましょう。おでんさん、次回予告は？